負けたらセミクーセミクイズーイエーイ。どうも、皆さん、ハルキと、のせと、もちと、レイ。夏といえば、セミですよね。いや、待て、いやだよ。まあ、セミではあるよ、夏といえば、うん、でしょ。じゃあ、セミ食べよ。嘘だろ。食べ物じゃないです、セミは。いや、セミ食う地域とかちゃんとあるので。あんだ、本当に。はい、ちゃんと別に食えるし。おーやだよー、うるせえよ、あいつら。セミ死んでんだ。まあ、クイズに正解すれば問題ないので、はい、今回全5問セミに関するクイズを作ってまいりましたので、はい、まあ、それに一番正解できなかった人がセミ食ってもらおうかなと思います。やばー。というわけで、今回は負けたらセミ食うセミクイズをやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、第1問。はい、はい、やばいぞ。セミは何種類いるでしょう。うわ、いや、これはいける。これはいける。虫博士。1、こっちだ。あ、1、5種類。あ、2、8種類。3、120種類。おい、はいはいはい。4、3000種類。うわー、うわー、賭けじゃん。何、はいはいはい。2択、3択じゃん。数えようぜ。そんないるか。3000なんとかってやばくない、普通に考えて。だって日本だけじゃないわけじゃん。そうなんで。あ、そういうこと。いや、それはそうでしょ。え、海外にセミいんの。いや、わかんないけど。いや、いるって。わかんないけど。夏にさ、ハワイ行ってセミ聞いたことある。夏にハワイ行ったことねえけど。ないんかい。育ちすんな、お前。自慢すんな、結構。こっちは千葉の下の方が限界です。妄想行くの。はい、じゃあレイ。 C。 オーマイグネス。 120。 はい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 。まあ、妥当じゃない。妥当なの。妥当だよ。妥当。妥当なの。あ、なんか昆虫ってだって大体めっちゃいるやん。まあいる。まあいるな、うん、正直いる。そう思う。確かに、はい、知らんけど。知らんけど。じゃあ乗せ。はい、B。 8種類。8種類。まあ大体ね、その知ってるのが8種類ぐらいなんじゃないっていう。何ですか、ちなみに。アブラゼミ、うん、ミンミンゼミ、うん、2種類じゃん。でもまあ知らない範囲がまあ、あるとして、はいはいはい、言っても8なんで、120は行き過ぎなんじゃないか。あ、まあ、確かに。それはある。じゃあ、もち。僕も B、まあ2なんですけど、まあ、B の8種類で。はい。ややこしいな。8種類。いや、まあ、同じだよね。予想は。まあ、同じ。ほとんど。正解は、やだ。4番の3000種類。うわー、出た。世界にいるパターンだ。そっちか。ハワイにいるじゃん。そっちかー。ハワイにいるやつだ。ハワイ勢だ。ハワイ勢だ。マジで。うわ、ミスター。第2問。はい。丸バツクイズです。よーし。丸と思った方は押してもらって。はい。セミの寿命は1週間ではない。おー。丸かバツか。待って、これ聞いたことあるぞ。聞いたことあるんだよな。俺はもう確信を持てる。かすかに。おい、いやー、俺は確信を持てる。これは待って待って、生物大好きな人じゃん。めっちゃ見てるじゃん、そういう教科書。いや、見てねえ。俺も分かった。マジ。一回押しますか、じゃあ、はい、押してから考察いきますか。はい、1週間ではないと思った方は押してもらって。はい、せーの。おーい、ふざけんなよ。みんなじゃねえか。まあ、僕の考察いきますか。はい。まあ、セミはその一般的に1週間で死ぬと言われてますけども、それは地面に出てきて鳴いてる期間が1週間であって、もともと土に埋まって寝てますよ。それ含めたら1週間ではないんじゃないかっていう考察。なるほど。はい、はい、その期間は含みません。成虫してから1週間ではないかどうかの話です。やばい。そうなの。まあ、変更してもいいですよ。1週間以内でしょ。1週間ぴったりだと。1週間、1週間以内に死ぬか。そうだよね、1週間以上生きるか。いや、もう1個いいですか、エピソード。はい、はい、冬にですね、うん、本当ですよ、冬にセミを見たことがあります。すげえ。称号みたいな。だから丸です。まあまあまあ、いいですか。はい、はい、全員正解。よーし、あぶねえ。嬉しい。第3問。はい、はい、丸バツクイズです。よし。セミの鳴き声は携帯電話では聞こえない。うわうわー、あれですね、電話してる時にセミの声が入るかどうかってことですね。なんかそういうの聞くよね。そう、聞いたことある、聞いたことあるんだよ。でも実体験として感じたことがないから。俺は決まったわ。俺は決まった。うん、決まりました。はい、せーの。
押さない聞こえると。いや、聞こえるんじゃないかな。ほう、わかんないけど、僕は電話は人間の声が相手に届けばいいので、人間の声の範疇のあのヘルツしか対応しないと思うんですよ、携帯電話って。だからセミの音って普段の声じゃ再現できないので届かないんじゃないかと思いました。なるほどね。僕はあのなんかネイバーまとめで見たことがあります。おーい、お答え知ってるやん。お前それ多分多分でもそれが本当かどうか分かんないじゃん。そうそうそう、はい、実際どうなの。ネット記事って嘘ばっかりだから。さっきもそうだったからね。そうそうそう、1週間じゃなかったのせもち正解。よっしゃー。おーい、まんまやないかよ、お前。やっしたぜ。下げんな。正解です。おーい、おーやばいって。ヘルツ数が違うから聞こえないって、もうバッチリ。よーし、おーすごい。似てます。似てよと。なんで。第4問、はい、セミを漢字で書いてください。あー終わったー。あー終わった。無理だ、わかんねー。まあなんか何種類かあるので。あるんだ。まあどれでもいいです、あんま変わんないですけど。いや、わかるかもしれない。セミ。はい、セミです。いや、そうだ。てか漢字書くの久しぶりすぎる。いや、2パターンあるわ。きたきたきたー。うるせえ。きたきたー。うるせえ。え、すごじゃあ、もっちから。はい、セミ。はいはいはい。あ、なんか、こんなんじゃなかったかな。うわー、わかる。ぐにょぐにょみたいな。あ、うん、まあまあまあ、わかる、なんか。そう、のせ。はい、セミ。はい、違います。はい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 。でも、里が入ってたのは、なんか、入ってたっけ。うん。じゃあ、レイ。セミ。グロ。そう、アリやん。ね、うっせぇ。アリやん。こんなんだって。正解は、はい。はい、こちらです。あー、あ、惜しい。うわ、それだー。惜しい。うわ、めっちゃ悔しい。まずレイ0ポイント。おーい、ありだもん。ありなやばいって。俺近くない。のせー。いや、違いますよ、だってこれ。いやいやいや、近く入ってない、近く入ってない。でも、た、む、虫とタンボのとは違う、里は違う。じゃあ、じゃあ、0ポイント。えぇ、虫とタン合ってんだよ。これ惜しくない。これは違います。これは違います、完全に。いや、これポイント入るの不服なんだけど。いや、これは違う、だってさ、単純のタンとして軍がごじられてるやつ。これ何、これ違うやん。これなんか、なんでキリストある。これこっち側として存在しないから0ポイント。あー、オッケー。やったらいけたのか。オッケー、お前ゼロだよ。お前もゼロだよ。お前もゼロだよ。次、最終問題ですけど。うぇっす。2、3、4ですね。やばい。ありがとうございます。やばいって、もう負けるやん、だって俺。これは、勝ち目ない、もしかして。ね、もう2だもん。いや、わかんない。4に追いつけない。あ、そっか。いや、だって1問で何点も入るパターンある。いや、安心した、でも。いや、もう無理でしょ。追いつけないです。え、追いつけ、追いつけるでしょ。でいい、おい、でいい、3億ポイントだもん。3億ポイント最後。まあ、間違えたらマイナス1ポイントなんで。うわ、まずい。やばいやばい、まずい。よかった。で、同点だったら全員食ってもらう。おい、そのパターンあんじゃん。最終問題。はい、次のうちセミマルが読んだ歌はどれ。わかんねえよ。顔しか知らん。1、奥山にもみじ踏み分け泣く鹿の。2、これやこの行くも帰るも別れては。3、有明の連れなく見えし別れより。4、高輪はゲートウェイ駅絶対いらない。ふざけしてる。間違いないんだよ、マジで。誰も降りない、ふざけんな。ちょっと待って、もう1番ください。奥山にもみじ踏み分け泣く鹿の。鹿のってないよね。鹿、鹿のです。あー、いいよ。これやこの行くも帰るも別れては。渋っ。わかんねえ。ちょ、4番ください。4番。高輪はゲートウェイ駅。いやー、これはミスった。見えました。早くしてください、はい、じゃあ、まあ、余裕な野瀬くんから3番。ほう、有明の連れなく見えし別れより。じゃあ、続いてポイントが高いもっち。僕も3番。うわぁ。やった。いやこれはね、なんかわかんないけど、なんだっけ、有明、うん、有明ってなんだろう。いや、わかんない、なんか夕焼け的な、なんかそういう外の情景が、なんかセミ的な、なんかわかんないけど、セミ丸を意味してるのかな、みたいな、全くわかんないから、マジで勘です、ほとんど。はい、ちょっと変えて、変えていいですか。え、3番。あぁ。ちょ、変えていいですか。変えていいよ。迷ってたんじゃん。まあまあ変えてもいい。じゃあ迷ってる方に変えて。2番で。
おぉ、マジ違うか。いや、でも、セミマルは、なんか昔生き割れた兄弟の歌を歌ったことがあるみたいな。うん、何知ってんのみたいな。話を聞いたことがないような。ない、ないかい。あるような。いや、だから、その家族の歌を歌った歌なのかな。おぉ、いいです。ありそう。正解は、はい、これ大事。ガチで2です。よし、うわー、よし、うざ、よしかよ。ということで、モッチにセミを食べてもらいます。やったー、やったー。最近こういうの弱すぎるよー、マジで。全部俺だよー。とは言っても、とは言っても、まあ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 、このご時世、あんまりセミ食うの良くないなって。確かに。しかもなんか最近ゾンビゼミとか言って、なんか人の肉食うセミいるみたいな。怖いじゃないですか。怖すぎるやん。なのでセミっぽい虫を買いました。うわ、気持ち悪い。あー、いいね。でも食べれるんだよね。はい。おい、食品って書いてるやん、フロムに。品名に。うわー、でも、うわー、そういう系か。この袋だ、タランチュラの袋だ。うわー、こちらですね。なんだあれは。なになに。うわ、見えた見えた見えた、文字が見えちゃった。うわー、ブラック、うわ、キモ。コオロギ、ブラッククリケッツ、おい、まあ、あの、二星コオロギ。うわっ、うわ、キモ、うわ、キモ、キモい、うわー、キモい、怖い。どうなんだろう。うわー、結構ちっちゃいな。うわー、そっか。うわ、うわ、なに、キツ。うわ、じゃあいきますよ。これ見たらきついな。うわー、音がキモい。うわ、うわ、うわ、やばい、これは無理だ、これダメだ、うわ、これは無理だ、見れない見れない、うわ、絶対見れない、これ。いや、もう匂いした、さっき鼻に入った時に分かった。あー、ちょっと無理。じゃあお願いします。では、お開けください。はい、開けます。うわー、なんか微妙なリアクションしちゃった。まあ、なんかこういうのイメージしてた。あー、確かに、でけえの。うわ、ちょっとやば。うわ、気持ち悪い。でか、死んでると、うわー、俺マジ無理なんだよな、無理だ。顔見て、顔目合わして、うわうわ、僕食べすぎだろ。僕を食べるの。あ、これ裏見るとやばいな。裏見て見て、見てください。食べていいですか。3個くらいいこう。一気に、いや、順番でもいいけど、やっぱセミぐらいの質量いった方がいいじゃん。いただきます。うわうわうわ、あ、おー、はい、うわ、めっちゃ噛むやん。どうすか、おいしい。お、マジで。じゃあいっぱい食えるやん。いや、おいしいって、痛いけど、なんか痛い、足とか。あれだわ、なんか豆。へえ、豆だ。あの、本当に節分の豆食ってる感じ。やばい、ちょっと興味ある。ちょっと食べ、食いたい、全然いい。いや、やば、お前それは。いや、ガチで1個食べてほしい。いや、本当に、なんかパクパクいける、パクパクいける。おい、慣れたら食える。お前、行くなよ、趣味で。いやー、ちょっと気になるもん、ね。わかる、ちょっと、おやばい。おーい。うまいの、一食かやん。マジ、おー、ボリボリ行くな。若干苦味ある。若干苦味ある。若干苦味あるけど、まあ、節分の豆みたいな。節分の豆。うん。いや、おい。あー、うわ、やだ、もう、やだ、噛みたくない、噛みたくない。噛め。いや、美味しい。美味しい、美味しい。美味しいは美味しい。あー一番いいリアクションするやん。ということで、はい、皆さんもセミクイズやってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。